よう、来たか。ランディ。たく、誘っといてなんだが、こんな夜に野郎相手に時間割いてんじゃねえっての。ちった色っぽい話をする相手はいねえのかよ。余計なお世話だっての。それに作戦前だし、そんなことを考える余裕はないさ。バカ、そういう時だからこそ落とすチャンスなんじゃねえか。ロイド、私不安なの。大丈夫だ、俺がついている。ガバーッっていう黄金コンボが使えるだろうが。最後のは飛躍しすぎだろ。ランディがモテるっていうのがなんか眉唾に思えてくるんだけど。何を。明日の準備は終わったか。ああ、正直万全とはとても言えないけど、ミレイユさんたちのことを考えたら贅沢は言ってられないしね。まあな。レジスタンスやヘイユエ方面は多分両兵どもが出撃するだろう。オジキやシャーリーは簡単には出てこないだろうが、それでもガレスあたりが出たら相当厳しい戦いになるだろう。そうか。赤い星座、聞いていた以上の戦闘力だな。大陸西部最強と言われてるのもうなずける気がするよ。まあ歴史だけで言うなら中世の暗黒時代に遡るからな。ベルゼルガー、オルランド、当時から名の知れた戦士たちの一族だったらしい。常に最新の戦闘技術を取り入れ、特殊な鍛錬法で肉体を強化することで、それが近代になって両兵団となり、一族の紋章だった赤いサソリを名前として掲げたってわけだ。そうだったのか。ひょっとして前に旧市街のレースをあんな形式でやったのって。よく気づいたな。あれは赤い星座で行われる戦闘訓練をアレンジしたもんだ。もっとも本来はより実戦に近い、いつ死んでもおかしくない代物でな。ガキの頃から毎日のように地平道を吐くまでやらされたもんだぜ。なるほど。それをランディに仕込んだのが刀身と呼ばれた親父さんか。ああ、バルデル・オルランド、まるで鋼鉄の獅子のように厳しく容赦のない親父だった。3年前、俺はその刀身から一つの任務を与えられた。宿敵ともいえる両兵団、西風の旅団の2号中隊、そいつらを俺の部隊で殲滅しろという内容だった。敵兵力はこちらの倍、実力が拮抗していることを考えると正直厳しすぎる戦力差だった。だがこちらには奇襲と地形を利用できる強みがあった。そして俺は日頃から補給のために立ち寄っていた村を利用した。奇襲で陽動を行い、片方の中隊を村に引き寄せて崖崩れを起こすことで分担し、もう片方を一気に、そして村外れの納屋を爆破することで敵の混乱を誘い、村から退却するルートを読んでそこに全火力を集中して撃破した。村人の犠牲は一人も出さないつもりだった。だが戦場における見込みなんて流動的で当てにならねえもんだ。結局撃破するポイントは50アージほど村寄りになって、一軒の雑貨屋を巻き添えにした。両兵仲間以外で初めてダチと言えるやつだった。任務がない時はたまに酒場で一緒に飲んで騒いでナンパして、いずれ町に出て自分の店を持つのが夢だって言って。
合格だ、ランドルフ。この試しをもってお前は次の投資に決まった。兄貴の後を継げるようこれからも精進するがいい。しまらねえ話だろう。別にそいつが死んだショックで戦場から足を洗ったわけじゃねえ。傭兵としての生き方にうんざりしたわけだ。俺はただ分からなくなっちまったんだ。いつか自分の店を持ちたいっていう、いずれ刀身となって死ぬまで戦い続ける俺の人生の果たしてどちらに意味があったのか。ランディ、多分それが俺が背負った業なんだろう。オルランドの一族に生まれながら修羅になりきれず中途半端に戦場に生きてきた俺自身の名。ランディはその業を断ち切るつもりなんだな。あのおじさんを乗り越えることで。まあな、親父が死んだ今それ以外に俺が業を断ち切る方法はない。今の俺自身の力と足場を持ってその時にやっと3年前のケリをつけられそうな気がするんだ。これ以上ただ流されることなくな。そっか、当然相棒としては協力させてくれるんだろうな。ああ、よろしく頼む。できれば一人でケリをつけたかったがさすがに相手が悪すぎる。悪いが当てにさせてもらうぜ。ああ、もちろんさ。相棒冥利に尽きるというか頼り。だからたらしなこと言ってんじゃねえっての。へっ、それは酒？ラム酒だ。結構な上物でな。あいつと一緒に村の酒場でボトルキープしていたもんさ。ライフルと一緒に預けてたが、なんとなく手がつけられなくてな。だが今ならやっと残りを飲み干せそうな気がする。決戦前夜の景気づけだ。一杯だけ付き合わねえか。ああ、いただくよ。無理すんなよ。少しだが結構きついぜ。まあもう成人してるしこのくらいなら大丈夫さ。乾杯しよう、ランディ。あ、結構来るな。言わんこっちゃない。まあそいつが大人の味ってやつだ。だから自分だけ大人面するなってば。なあ、ラ。ああ、なんだ。事件が一段落ついたら裏通りのジャズバーに行こう。そこで新しい酒をボトルキープしないか。できればもう少し大人しめのやつをさ。そうだな。ああ、繰り出すとすっか。